ちょく YouTube で聞きさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。皆さん、1ヶ月間お疲れ様でした。ありがとうございました。今からも5人の担当の勝利。次誰抜ける？おーっと言うの誰抜ける？毎日トーク始まって1ヶ月だったけど、どうでした？しんどさはないのに今んとこまだな、楽しくできてはいる。普通に楽しい。俺は撮る前に全員で協力して頑張っていくぞシャーってやってから撮ったりしてる。めっちゃ無理してるやん。はい、というわけで、はい、6人久しぶりでね、しかも家の子宅なんてこと初。確かに、ほんまや。この1ヶ月のことについてちょっといろいろ話したいな。まあ、今日声が出なかったでしょ、うん、あの動画をね、ずっと見てたんですよ、みんなの。楽しそうやな。あかん話言う空気やめて。俺ら待ってましたからね。そうですよ。おかえりって気持ちで。お前が一番しらしらしい。なんだよ。どないなの休んでる時ちょっと嫌やった。いやいや、だってすることねえんだもん。人とも会えないし、外に出るイコール喋るじゃん。そうやな。カフェ行こうが、スーパー行こうが、人と喋らないでしょ。最初俺5日間ぐらいいたもん。あ、無理だった。一番最初に行ったのがなぜか古着屋だったなんか物欲しかった。声出せないってやっぱりストレス。ストレスだね。店員さんともメモ帳でこうやって。俺あの裏話ちょっとあってマネージャーから聞いた話なんですけど、まあ術後すぐ帰れる、うん、そうです、日帰りで多分、うん、そうです。で、まあその電車乗ったりとか危ないから、まあ、タクシーとか病院とかこう帰って、で、まあマネージャーはその一応ね、あ、麻酔とかもしてるから、ちゃんと帰れるかどうかを見届けなきゃいけないって言って、家までこうタクシー一緒に同乗してたんで、麻酔もあるし、疲労もあるし、こうちょっとうとうとしてたんで、お客さん、着きましたよって言ったら、寝ぼけて、はいって言ったんですよ。あー手術の30分後に、はい変な声で返事してたらしくて、おっさんに出ちゃうんだよね。さっきもね、やってるもん。俺も手術した、うん、そう、ご飯抜くじゃないですか、麻酔やから。めっちゃ腹減ってて、そうね、でとんかつ食べてんやけど、それがサクサクすぎて喉めっちゃぶっ刺さる。まあでも何よりね、声出てきたっていうことで。そうだね、はい、だいぶ良くなってきたんで、あと5分喋る一本につ。そのぐらいしてもいいぐらいもね。まあまあ、そう、確かに。そう、戻ってきたってでかいことですからね。本当不思議なのがさ、こうめっちゃ歩いててさ、その辺に咲いてる花とかこうやって止まるね。なんかだからなんか、あ、花綺麗だなと思って立ち止まってこうやって見て。今のところ聞くところによると精神疾患の疑いがあるもしかしたら。じゃあまあそんなね、宮田くんが戻ってきたよってことで、はい、まあ復帰一発目、これ何するんかっていう話ですね。そうだね、はい、まあちょっと復帰一発目ということで、うん、まあ僕あのだいぶ喋れなかったんで、うん、そう、この期間ね、本当に俺パソコンしか触ってなかったから、うん、みんなともさ、こう LINE でやり取りしてたよ。うーん、怖かった？LINE のやり取り。いや、怖くないけど、めんどかった。いや、俺がいて、あ、まあその打つのがね、そう、打つのと、うん、俺がどっちかって字で打つの苦手やから、まあ、コミュニケーション取れるようになったわけで、はい、声が出るようになったよってことですもんね。そうだね、やっぱこうなったら。はい、こんにちは、ひなとです。この動画はですね、皆さんもね、不自然に思ってるかと思うんですけれども、この企画のタイトルがですね、久しぶりに帰ってきた湊がオープニングめちゃめちゃ長く喋ってても、誰も突っ込んでこない説です。カオスです。引き続きお楽しみください。お前、ダブラケン。なんか、嬉しそうな話だけど。いや、わからんね。なんで、何もなんだろう、なんかつぼ。俺もさ、出なかったじゃん。見てるばっかだからさ、なんか俺も入りたいなってなってきて、その喋れなくなった反動が今ある。もともと入りたいと思ってなかった人に100でなってるけど、それは大丈夫。大丈夫。あ、大丈夫。あ、大丈夫ね。大丈夫。行かないの？もう。だよな。あ、ペアの話。あ、てかさ、ほんとだよ。なんかさ、まあ企画もさ、俺一緒に入ってたけどさ、年下3人組の評価バカ上がりしてるでしょ。ほんと感謝してほしい。おっと、ほんまに。おっとっと。彼全部俺が出してるしな。な。え、振り返るだけで終わっちゃう？今日のさ。いいよ。でもさ、せっかくだから。まあたまにはね。うん。久々だし。なんかさ、俺行きつけのカフェとかさ、できてさ。うん。なんか行きつけのカフェでさ。
たい。もうよう喋ったよう喋ったね、結構。まだ不安？それ言ってんのターゴぐらいやから。あ、そっか、せっかちやな。ちょっと焦んのやめよ。すげえ、これベスト。それはいらんのちゃうね。それはいらんのちゃうか。ミズミン見せる人のやり方。喋るようになったということで、うん、そのまあね、企画も行きたいんですけど、もっとこう皆さんには俺らのパーソナルを知ってほしい、はい、今までどうしてもこう歌企画が並んでたから、うん、そこのね、歌が好きだって気持ちもわかるんですけれども、もちろん歌もゼロにする気はないけれども、もういいじゃん、そんなしゃべりもね、でもしゃべりすぎたわ。心配。一旦ここが、一旦何分撮ってるかだけ一旦見ない。意外とはね、やりすぎやつだから言ったやん。そのセリフだ。というわけで本作曲、はい、久々に帰ってきたメンバーがはしゃぎすぎてオープニング長くなっても誰も止めないんじゃないか説。どういうこと？だから湊がこうのどの昼から帰ってきましたと、で一発目の動画ってなったらやっぱ角の話もあったりとか、まあ、あれやな。それでなちょっといつもより長く喋りすぎても長くねとかもう6年って気まずくて言えないんじゃね。めっちゃ痛いよ。顔引きつくとか無理よ。まあ置いとけ、それやろうかって言うんだけど、この動画でそれやりますっていうのはまず知らない、ほんまに知らなかったから途中でこいつそれやってるんだと思ってやってると思っちゃって、俺ダブラケン、いや分からんね。何をなるのか、そう、そう、そう、俺も知らない。みんな走るやつ言っとんなもんな。ほんまのやつや思って、だから俺普通にこの動画にするんかなと思ってさ、えこれエグないと思って、みんな50分しゃべんのじゃん。じゃあもう俺そろそろ言いそうだって、もうさすがに俺も顔ちっちゃいすぎてもう無理やと思って、俺は何も思ってなかったのに、また聞くのに。サーブは諦めた。途中から諦めて、もうだからもう満足して自分のタイミングで行くんだなって思うのをもう放棄した。最初は15分ぐらいで結構ちゃちゃ入れたと思うよ。でね、そうだからそんな喋れるようになったわけで。あとタイトルコール行くだけだったよ。何回もでなんかターゴの流れないみたいなノリは多分あるよねってもう予想してたから、だからこれは正味、まあ、正味両田葉月に言われるまでやってみようみたいな。そうそうそう、そのなんか言ってほしかったな、さすがに。それはこれって現象で言うと気まずくて、あの港楽しそうやからまあこれぐらいいいかと思って気まずくて言えなかったわけじゃなくて、シンプルに言わんかった。いや、じゃあこの企画する前にもうみんなで面白い企画これから撮ろうよっていう話をしとったわけよ、全員で。でな、一発目の企画これやで、いつまで喋ってんねんこいつは思ってさ、ほんまにイライラしてきてさ、俺はもう YouTube できへんって言いかけた。なるほど、やられたんだ、うわいや俺もマジでこんなに突っ込まれないかと思って、マジで何度話したらはい、というわけでこの動画が面白かった方はチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします、はい、そしていよいよね、また6人での動画が始まったということで、ぜひ引き続き一緒に盛り上がってもらえたらと思います、はい、それではまた次の配信で、配信じゃねえよ、YouTube やったやつ。一番疲れた。こっちじゃ。